今宵の闇のなんと心地よいことか。 さあ、いでよ、世に従うしもべたちよ。 私レオン以下、常にカルマール公のおそばに控えております。このナーデルをお呼びになるとは、公爵様、今日はどんなことをなさるおつもりなのですか？ カルマール様、早く教えてぴょん。偉大なるカルマール公よ、我コルボーにこそ第二幕の栄光をお与えください。 カルマール様、何をすればいいのです？ピトンにご命じください。
時は来た。地蔵よ、ヒトンよ、お前らに役割を与えてやる。攻撃目標はエッフェル塔。存分に破壊してくるがよいぞ。人間どもの楽しげな声が耳障りだぴょん。この町の人間どもを震え上がらせてあげようかね。さあ行け、制裁を加えてくるのだ。それじゃあ、行ってきます。大神さん、応援してくださいね。成金女、本場のフレンチカンカン、とくと見るがよい。今さら謝ったって許してあげないんだからね。ピーだ、アイリスだって絶対負けないもん。パリ歌劇団の実力とやら楽しみにしていますわ。これが本場のフレンチカンカンなんですね。どうだい、パリ歌劇団のダンスは。かっこいいんだけど。アンサンブルがまだまだですわね。そういえば、どうだ、我々のフレンチカンカン、見とれて声も出まい。その大内、私たちのダンスを見た後でも叩けまして。行きますわよ、帝国歌劇団のダンス始めますわ。アイリス、頑張るからね。大神さん、一生懸命に踊りますから見ていてくださいね。はあ、すごいです。さすが先輩たち、見事なダンスです。
息もぴったりで惚れ惚れしますね。さすがに言うだけのことはあるもんでね。認めたくはないな。素晴らしい一言。って子結構可愛いんだな。しかしわからない。ダンスそれ自体のレベルは我々と同じぐらいなのだが。何か決定的に違う。そう、あえて言うならば動きというか、大神さん大変です。アイリスさんのシューズが。なんだと？すみれさん、お客さんから見えないように壁を作りますよ。分かってますわ、アイリス、今のうちに。なるほどね。あれなら客席から見られずに済む。見事だ。我らの乾杯だ。優勝した時のコメントはなんて言ったらいいんだろう。ねえ、コクリコどうする？エリカ、まずは優勝しないと。あ、ドラムロールが終わるよ。
地蔵様に決まりだぴょん。うるさいぴょんよ。地蔵様の目の赤いうちは人間の好きにはさせないぴょんね。このピトン様が来たからにはコンテストもおしまいだよ。さあ、ここにいる人間ども全部まとめて始末してあげるよ。待ちなさい、私たちが相手よ。私たちに任せてください。大神さんは早く後部を。コンテストのお客さんはアイリスたちが守るから。注意、お雪になって被害を大きくするわけには参りませんわ。了解。
グダグダしてる奴はセーヌ川に叩き込むぞ。様が切り倒すよ。そうだね、倒せば大パニックになるね。お前たちやっておしまい。来たピョン。今度はお前たちを切り刻んで殺してやるピョン。愚かな連中だな。我々がいつまでも同じままだと思っているのか。鼻息を荒くしてる。あんたらごときが私らに勝てると思うのかい？やってみればすぐにわかるさ。
荒波の力を。
さったば。貴様の毒牙にかかればあっという間だね。さあ一気に片付けておしまい。そこまでよ。誰だピョン。すればこれくらいわけありませんわ。
長年やってただけのことはありますね。確かに板についたものだな。この爆破スイッチでエッフェル塔を爆発させたら、下の連中はどうなるかね。させるかよ、バカが。
払う。まだまだ
一郎のために頑張るね。
生き返ったのに、こんなわけのわからん奴らにやられるぴょんのか。バカな、バカな、このあたしが二度もやられるなんて。お疲れ様でした、大神さん。私たちを誰だと思ってらっしゃるの？さすがだな。ダンスのごとき華麗な戦いぶり、見事だったぞ。あなたたちの戦いぶりもなかなかのものでしたわよ。しっかり仲直りしてやがんの。現金だね。
れってパリでもやってるんですか？勝利のポーズ決め。いい知らせって何なんです？もったいぶらずに教えてくださいよ。わざわざ我々を呼び出したのだ。かなり重要なことなのだろう？グリシーヌさんの言う通り。さ、注意。早くおっしゃってくださいな。ねえねえ、何なの？その後ろに隠してるのは何？教えてよ、一郎。しないで早く教えてくださいよ。どうしたんですか、一体。どちらが優勝したんですか？やはり東京の花組の皆さんですか？ダブル優勝？なんだかいい加減だな。ま、悪い気はしないけどね。さすがはパリ歌劇団ですね。
おめでとうございます、エリカさん。そんな、照れちゃいます。さくらさんたちこそ、おめでとうございます。でも、本当の優勝は東京の花組だよ。僕、見とれちゃったからね。おい、お前たち、喧嘩をする気か？え、僕たち仲良しだろ？ねえ、アイリス。うん、アイリスのククリコのこと、大好きだよ。喧嘩したり仲直りしたり大忙しですわね。私ついていけませんわ。やだな、いっつも雨だ。また居場所がなくなっちゃった。私なんていない方が。次回桜大戦3、飛べない天使、愛の御旗のもと、お店には戻りたくありません。Hmm.